それでは鈴木総一の談話ということで、参っております。ご質問に対して、お答えをしたいというふうに思います。今日参っておりますのはこういうご質問ですね。西郷隆盛と大久保利通のどちらが好きですか。西郷隆盛と大久保利通ではどちらが立派な人なのですか。こういうご質問でございます。私はですね、西郷は好きですけども、大久保は、嫌いなんですね。清廉さんは、なんでかっていうと、その人物の大きさ、人間の格、こういうものが全く違うんですよ。西郷隆盛が金メダルだとすると、大久保利通は銅メダルですねと。西郷が横綱とすれば大久保は小結ぐらいだろうねというふうに考えております。明治という時代はある意味での明るさがありますね。その明治、もちろん明治には暗さもあるんですけど、明るさがあると。その明治の明るさというものを作ったのは西郷隆盛なんですよ。明治政府になりましてから封建的身分制度を撤廃してですね、人権の確立が進んだ。家族っていうのは、お公家さんですね。それから士族、これはお侍さんですね、に職業選択の自由が与えられた。それから江戸時代は宿門人別帳というものだったんですが、明治政府になってから戸籍を編纂したんですね。でこのことによって日本の総人口は3330万人であるということが明らかになりました。それから神社仏閣、これは以前は女人禁制といいまして、女性はお参りしてはいけないということになっていたんですね。これが女性でも許可されるようになった。それからキリスト教を容認した。こういう人権の確立があります。二つ目は江藤新平という人が司法大臣になりまして、イギリス、フランスを模範とする三権分立を確立したんですね。それで司法行政とそれから裁判を分離して、それから民法などを作って司法制度を整備いたしました。から3番目として川路俊義という人が東京ら卒総長っていうのが、これはいわゆる今の警視庁ですね。当時は3000人の巡査を支配する東京羅刹総長になりました。そしてヨーロッパを視察して近代警察を作ったんですね。この近代警察はフランス型で作りました。4番目にはそれまでは300諸藩と言いまして、江戸時代は藩が300ありましたから、それぞれの藩が独自の財政を作っていたんですね。ところがそれを渋沢栄一という、これは幕府のお侍だった人なんですけれども、地租改正というものを行いまして、300諸藩のそれぞれの財政を一つの国家財政に取りまとめて、国家財政を確立いたしております。それから新橋と横浜の間に鉄道が開通いたしまして、汽笛一声新橋の歌があると思いますけども、鉄道開通ですね。それから富岡製糸工場が操業を開始して、生糸の生産が進められた。それから前島密という人が郵便制度を全国展開をした。それから太陽暦が採用された。こういう近代化が進んでおります。それから陸軍省と海軍省が設立されまして、徴兵制が交付されました。
それからあと学校教育につきましては小学校中学校大学を設置して、全国的な近代教育による国民改革みんなが学ぶということができております。これを学生改革と言いますけれども、これを推進したのは薩摩の森友蓮、それから幕府の侍だった福沢諭吉、同じく幕府の侍だった加藤博之、西天江、津田真道、こういう人たちが学生改革を確立したんですね。従いまして明治の三大改革、これ学校では習ったと思いますけれども、明治の三大改革といいますと地租改正、徴兵令、学制の3つなんですけれども、これは全てその西郷隆盛の政府で行われた出来事だったんです。西郷政府がこの短期間にこういう明るい社会づくりができたのは、先ほど申し上げました江藤新平ですね、これ佐賀藩の佐賀の人ですけど、大隈重信たちと、それからその幕府の侍だった人たちですね、渋沢栄一、前島密、それから福沢諭吉たちがこの西郷の改革を手伝ったということでございます。来年 NHK ので渋沢栄一が放映されるそうでございますけれども、渋沢栄一という人は幕府の家来でありまして、徳川慶喜の指導を受けて、こういう明治維新になった後明るい国づくりを行っていったわけでございまして、私は来年の大河ドラマを楽しみにしております。